皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もニアレプリカンと遊んでいきましょう。さあ前回について5年後のロボット山攻略中です。で前回ね、トロッコ乗って地下2階にやってきました。逆か、地下2階にやってきてトロッコ乗りました。でこっち行けませんと。多分ですね、そろそろ大ボスかな。これは大部屋ね。これはまあ戦闘でしょうな。なんだろう。これは新タイプ。ただ造形がめちゃくちゃ適当なんだよね。ブリキのおもちゃみたいな。あ、でもいいね。柔らかいわ、こいつ。ただ、ああ、それ。継続なんだ。つまり、寄っていけないぞ。なんだあれ。柔らかいんだけど。はい。これまずい。よし、これもしっかりかわして。え、何今の、今のノーモーションだって、もしかして。これはもうほんと玉ゲーですね。弾打ってれば倒せる。ああ、そうそうそう、ノーモーションっていうか勝手に出るんだな、あれ下のやつ。それはずるいだろう。よし、さて勝ちました。で機アイテム、形状急行金、これがあれば鉄火を強化できると。チタン合金、これだいぶ久しぶり。チタン合金はですね、あの白の契約の方だわ。片手剣ね。ちょっと待ってね、これはパーツか。壊れた腕。ただ今さらね、片手剣火力上がったところでそんなに使えないと思うんだよな。手数は多いか。でもえ、1匹いったかな。よし、そのじわりと出していく。さあラスト。よし、すり減ったネジ、これも懐かしいな。5年前と一緒か。こっからどっち、こっち、ああこれもそういけちゃうんだな。ちょっと待ってね、これはよくわからんな。今これマップって見えたっけ。よいしょ。今ですね、マップはこういう感じ。ロボット山地下2階。これどうなってんだ。こっち、こっちに行くと、いやでも進行方向多分これこっちだよね。どっちかっていうと。最深部から来たっていう扱いになってる。で、ちょっと待ってね。そっちに行くと、ああ、でもあれか。そっちが最深部か。すいません。で、こっちに行くと、個室がある。このね、これかな？多分これ行ってないね。あ、壊れてんのか。じゃあ、最深部。あ、でも爆弾のこれあるわ。こっちも行ってない。アンバー。ここら辺は敵は来ないかな？これが戦闘か。この両手剣はですね、空中で四角を押してもね、兜割りになっちゃうんだ。空中での斬撃がもう完全にできないんだよね。これがちょっとデメリットかな。
地上でしかつまり振っていけませんと、連山は。いて、これまだなんか一人ぼっちになったこれ。いや、エミールいたな。カイネちゃん、カイネちゃんどこ行った？よし、周りから潰していく。謎のスイッチ。大丈夫、爆発はすごい休んで。薬草やっぱり出さないか、機械だしな。おかえね、来たわ。で、爆弾は出ないんか。あ、そう。え、これってどこだ、これ。下に行ける。ん？このマップはこれ迷うな。ああ、これで戦闘があって、これで爆弾出んのか、多分。いやー、ロボットいた。よしと。で、さらに、ロボットか。さあ、どうかな。これで開くのかな。で、これ持って、そこだったっけ？いや、これちょっときついな。どうなってる？ここら辺に出てきてくんないかな。これ開かなくない？こっちに敵出るかな？これも腰っすか。多分こっちを先にやって、で、爆弾作るんだったらこっちって感じか。よしと。そう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 。で、戻って、多分ここでも戦闘じゃないよ。また。だよね。で、こっちの爆弾使おう。ちょっと待った。イクラ橋の先にやっとくわ。本作はですね、プレステ3版のなんかアクションがちょっと微妙だったらしいんだ。でもそれは改善されてますと。アクションゲームとして完成度が上がった感じでしょうか。そう、プレス3はね、ちょっとハードとして、どうしてもやっぱり微妙だったっていう一面がありました。で、これ持って、あ、でもこれ間に合わないか。間に合わんな。これどうしよう。あ、でもここか。これだったらいけるか。待ってね。素材。特に顕著だったのはベヨネッタか。ベヨネッタも360版は60フレームなんだけど、プレス3版はですね、30フレームでした。アクションゲームで30フレームってちょっとね、珍しいというか、まあ、致命的でもあるかな。だからそこからプレステ4っていう名機をね、生んできたっていうのがすごかったわ。プレステ4はマジで、名機中の名機だと思う。こっからね、一番下のでっかい個室行くとあれ何あるんだろう。よし。さて、全員やっつけて、こっからですね。あ、そう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 。これは一番深部の大部屋ね。ただ、アイテムかな。いって。あ、またこいつか。なんか複数来そうじゃないこれ。そういうこと言わない方がいい。本当に来そう。ちょっと待ってね。カメラが動かねえ。どうなってるこれ。こいつは魔法弾が本当に
地味に有効なんだよね。よしと。ただ、ノーモーションでバニバニが来る。それ私は知っている。そう、これ前方向にやっぱね、切っていけないんだよ、空中で。これが両手剣の弱みか。一発の単価はでかいんだけど、機動性にやっぱ劣るわ。さあ、もうちょい。よーし。さあ、難なくいくか。これで何？形状急行筋？それかチタン合金？チタンか。ああ、やっぱりね、来るよな、やっぱりな。チタン合金まで結構レアいんだよね。壊れたバッテリー。危ねえ、今のたまたま回避。ああ、でも空中にいくら屋さんがいいんだか。いて。これまずい。ちょっと欲張って切っていく。まず、雑魚やつかな。これやっとこう。非常に柔らかいです。いや、それ強い。あれが一番強いんか、こいつ。それね。これは何としてでも回避するのか。じゃあ。で、これバリバリね。そっちの足。切れたケーブル。これは初アイテムかな。で、このポッドがですね、3つあるんだ。つまり、3体出てくるのか。よし。危ない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 。これで、撃破。ちょっと待って、取れないじゃん、それ。多分もう1匹来るんじゃないかな、これ。よしと。いや、終わりかな。チタン合金。これでおしまいっぽい。あ、そう。いいの？さて、じゃあこれで上行って、こっからですね。これ無理だもんね。壊れてる。そう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 。なので、こっちだわ。この北側っていうの？この、多分こっちはないかな。それかこれいけない、なんだよね。これかな？あーですね。まだ来てないわ。で、先頭ね。よし。ケーブルの量、これすごいな。と、モニター。これが全部お金になる。でですね。こっちはこれいけないか。なので、これはその最深部。さあ、どうかな。これなんだこれ。動力炉。ああ、これなんかさ、オートマタで、こんなとこあったね。そういえば。こっちはいけないか。おそらく、動力炉。リアクターっていうのかな。ただ、警備が薄いんだよね、不思議なことに。機械油とケーブル。こっから上はいけないんだ。まずこっち。あ、で、エレベーターね。こっから1階に行くのか。エレベーター C。
んで、多分これでもう帰っていいのかな、こっから。いや、でもセーブできるわ。ん？で、これが新武器。百獣の曹操。槍ですね。247。重い。でも、こっからセーブして。これ何？まだいけないってことかな？これ。あー、ぽいな。ん？でもね、ここに来ました。あの、かつてのバトルフィールド。多分これもう帰っていいのかな、じゃあ。ちょっと待ってね。帰り道がわからん。で、エレベーター D だわ。あ、で、ここから地上行けるわ。よしよし。となるとなんだろう、さっきの扉は？また来るってことか。あ、これでここに来るんだ。なるほどね。じゃあこれで弟くん形状記憶器ね、持ってきたよ。どうかな。これはいい素材ですね。早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので今回は無料でいいですよ。これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう、助かるよ。時間かかんのかよ。完成したらありがとう。ところで、そう、本日はどんなのようですか。まずバイバイかなって売っていく。あの弟くんの声優さん多分女性の方だと思うんだけど、あれぐらい低い女性の声自分で割と好きなんだよな。で、ネジとかね、ここら辺いっぱい売っとこうね。金属板とケーブル。あと腕か。いくつぐらいこれ残すかね。使うことあんのかな、これ。壊れたモーター。謎のスイッチ。あれそう、チタン合金はこれ使うんだよな。あと機械油。ここら辺よくわからんな。ちょっと強化見てみようか。ありがとうございます。また来てくださいね。完成し、ありがとう。ところで、本日手紙ってこれ本当に届くんかい。で、強化。これがですね、ユリの葉の剣。ただ123から146か。チタン合金。月光と闇。これも128。ただ128はね、本当にもう話にならんのよな。もういいかな、今のところは。銀行、動かない時計。動かない時計、どこにあるんだろう。ありがとうございます。で、これで、さて、どうする。武器の修理には時間がかかるようだが。こっからですね。ああ、神話の森か。それかポポル。一旦ポポルかな。じゃあ魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。わかった。これでポポルさん、これカットしておきますね。多分道中何もないはず。どうかな、新情報は。ポポルさん。あ、おかえりなさい。魔王の城の鍵について何か手がかりは見つかりましたか。ごめんなさい、もう少し時間がかかりそうなの。そうですか。ポポルさんが暗号の解読に集中できるよう俺にできる仕事はないですか。そうね、そうだわ。赤いカバンの船頭さんを知ってるわよね。最近彼が仕事を休んでいて、海岸の町まで様子見をお願いできないかしら。わかりました、任せてください。また彼何、また仕事休んでんの。で、ここから神話の森ではなくて、あの町か、海岸の町、あそこに行くのかな。この状況前にも覚えがあるな。あの夫婦のことだ。また喧嘩でもしたのだろう。今度は喧嘩に巻き込まれぬようくれぐれも気をつけるのだぞ。これってあの船で行けんのかなと思ったら、あれか、そっか、船の船頭が休んでんのか。あいつなんだよな。なのでコロンコロンして向かっていく。なあ、あんた
宝の地図って見たことないかい？宝の地図？そうだ、宝の地図さ。大昔の金銀財宝が隠されてる場所が書かれてる地図さ。俺はそんな地図を集めて、いつかお宝を手に入れるのが夢なのさ。へえ。で、今は新しい宝の地図を探してるってわけさ。もし見つけたら、俺のところに届けてくれよ。これはまだ見たことないかな。クエスト宝物。ああ、わかった。とは言うものの、そうそう簡単に宝の地図なんて見つからないよな。野原に落ちておるわけでもあるまい。古い紙がたくさんあるところに紛れているのではないか。古い紙ね。なんだろう、それこそ図書館とか。いらっしゃい。古い紙。新しい武器。で、武器。これそうだな。ああ、これ買えるわ。火いずる国の魔人。これ多分槍ですかね。364と断罪の斧。これ強いよな。384。これ買っとこうか。よしと。こんな時代だと武器屋は。ちょい待ってね。あ、これやっぱ槍だわ。火いずる国の魔人。こういう武器。槍をメインで使うのは初めてですね。どんなもんかな。で、さらに、これにワードを持っていきます。しばしお待ちを。とりあえず、やっぱりこれかな。光の、と、に切る、裂く、ちぎる。OK です。でっかいやつ。ああ、もういないんだ。ちょっと、寂しいね。ただそう、この、ああ、待って、なんか変な人来た。これ見たことないやつ来た。そこが硬い。まあ、でしょうな。奴ら身を守る術を編み出したらしい。我らが進化するのと同じように奴らも進化するということだ。それならパリが強い。それ以上の力でねじ伏せてやるだけだ。ちょっと待って、空中の、あ、うん、カブトにもできるわ。で、このダウンを誘発もできるのかな。パリですね。まずは。で、そう、ぶっ刺しが。そうそうそう。あ、これ強いな。ほら。あ、これ強い。パリできればの話なんだけど。あ、これいいな。いいもん買ったな。ほらほらほら。で、さらにそこから追い打ちを決めていく。あ、これいいね。で、ワード取得。に、抗う、歯向かう、果てる。これは魔法武器に有効。経験値アップ。プラス 12%。でも、15持ってんだよね。あの、でかいやつちょっと気になるな。よし、基本パリっていう感じで立ち回っていくのか、槍は。ちょっと待って、これでかいやつなんだよな。あ、倒した。ん？あ、死んでた。これ意外とこいつワンパンかよ。これがね、見えないんだよ、そう。敵の攻撃が。弾撃ってるせいで。まあでも弾、ほとんどもうこれ、効いてないか。あ、これ強いな、これ槍。三角がめちゃくちゃ削れる。やった。いいもん買ったわ。と、ゼンマイ。で、これが、エミールの実家ね。これ、樹液。まずは海岸の町。相変わらずここにいるんだよな。5年前と寸分たがわぬ場所に。あ、でも奥さんか。ああ、もうダメ。私の人生は終わりよ。どうしたんですか？あなた方は船頭の夫がお世話になっている。一応聞いておくが、一体何があったのだ？実は夫とまた喧嘩しちゃって、夫が家出を。どうせそんなことだろうと思ったぞ。でも夫が悪いのよ。私が大切に取っておいたリンゴを10個も食べちゃうんだから。
それはすごいですね。私も言い過ぎたけど、でもまさか1週間も帰ってこないなんて。わかりました、俺たちが探すのを手伝いますから。え、本当？嬉しい、よろしくお願いします。結局巻き込まれたな。以前のように酒場で聞き込みをしてみるか。ここね。こんにちは、赤いカバンの男を探しているんです。心当たりはないですか？なーに、あの夫婦また喧嘩でもしたの？実は旦那さんが家出したみたいで。よくあることなんですか？今じゃ嵐の喧嘩夫婦なんて言われて町の名物だからね。旦那さんは図書館のある村の出身だから、そっちに帰ってるのかも。確かお兄さんが村の衛兵だって聞いたような。わかりました、話を聞きに行ってみます。あなたよく見るとなかなかハンサムね。一緒に飲んでいかない？え、いえ結構です。確か5年前も言われたな。で、これで、自分の村ってこと？まさかあの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。驚いたな。でもなんとなくわかるよ、あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。正気か？我はげんなりするが。そういえば前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。そうであったか。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことがなんだか嬉しく感じるよ。あの夫婦はもっと成長すべきだと我は思うかな。さあ、この人かな、お兄さん。いや、こんにちは。何か用かい？海岸の町にいた赤いカバンの男、水路の船頭がどこに行ったか知らないか？家族だと聞いたんだが。ああ、あいつなら俺の弟だよ。しばらくこっちには帰ってきてないが。今どこにいるのだ、その弟は？知らないな、最近会ってないし。そうか。ああ、でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから、郵便局の人が知ってるかも。郵便局か。海岸の町の配達員から話を聞けそうだ。やれやれ、また戻るのか。また戻るのか。ただおそらくだけど、道中でイベントかな。単純にこの変な往復をさせるっていうのはちょっとね、考えにくい。男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。嵐の前の静けさでないことを祈っておるぞ。そういえばお前は手紙を書いたことがあるのか？あるけど書くのは苦手だな。なんて書けばいいのかすごく悩むんだよ。愚かな。手紙など己の魂の叫びをひたすら紙に叩きつけるだけの行為だというのに。わかったわかった。これまさかの何にもイベントないのか。さて戻ってきたよ。こっからですね。あとあれか、あのばあちゃんとかね、元気してんのかな、生きてんのかな。でまずは郵便局。あれ、配達員さんじゃないんですね。そうなんだよ、荷物を取りに来ただけだったんだが、留守番を頼まれてな。君も荷物の受け取りかい？いえ、家出した喧嘩夫婦の旦那さんを探してるんです。何か知りませんか？悪いけど俺は力にはなれそうにないな。そういや仕事仲間も娘が家出したまま帰ってこないって心配してたな。家出で行方不明になった者が2人、偶然であろうか？その子の行き先に心当たりは？そうだね、もしかしたら町の入り江に漂着した難破船に行ったのかもしれないな。かなり大きな船でね、町の子供たちが興味津々なんだよ。難破船があるんだ、そこに行った。ただ行方不明ってのは？難破船か、
調べた方が良さそうだ。ああ、入江に行ってみよう。そっちの奥の方ね。で、セーブができる。じゃあそうですね、すいません、今回は時間の気にがちょうどいいんで一旦こだわりにして、で、次回ですね、そのナンパさんのイベントを攻略していきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回にニューアレプリカントでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。